はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、もっとバイオ RE4 をやっていきましょうか。というわけでね、はい、もうね、若造には任せてられん、俺の出番だということでね、なんとですね、リベレーションズ2から、なんととうとう、バーリー・バートンさんが来ていただきました。そしてね、今回のアシュリーの衣装は、皆さんわかりますかね、RE2 のキャサリン・ウォーレンだったかな、ウォーレン市長の娘さんですね、の格好をしていただきました。まあ、残念ながら、まあ、おっぱいの方はかなり控えめなんですけれども、なんかチョーカーがあれだな、だいぶ首、すごいことになってるけど大丈夫かな、埋もれてる感じがするけど、はい。まあ、おっぱいはちょっとかなりね、控えめというか露出されてない感じになってるんですけれども、まあ、その代わりね、はい。おみ足がすごいことになってるところですね。なんかめっちゃ積極的にこっち向かってくれる。でもね、これ残念ながらね、よく見たらね、これね、パンツ、スカートじゃないから、Their most important facilities are house and their sanctuary at the top of the mountain. あ、でも一応まあ、黒いなんかその、今見ないでってやった？Happy to help. めっちゃ見ちゃってるけど。今見ないでってやったよね。もっと、と思ったけど、まあ、見たい方はぜひね、ピッと止めて見ていただけたらなというふうに思っております。さあ、まあ。ということで、続きやっていきましょうか。序盤。このタイミングで戻っても、まだいないんだよね。確かね、奴がね。行ってみる？いたかな？せっかくだからさ、ロングスコープ買ったのにさ、まださ、使う場がないんだよね。残念ながらね。あ、そっか。だから、あれだ。変異体に会おうと思っても、まず、出会ってないからいないんだ。そういうことだな。変異体、だからリヘナラちゃんからアイアンメイデンになる瞬間を見てないから、残念ながら、まだあいつが出てこないって、そういう設定なんだ。ほら、コルミロスとかさ、もう一つ何だったっけ、変異体の強いやつ。ああ、頭が割れちゃうやつ。名前忘れた。うん、まあ、甲冑を着たやつね。頭に入れ込んでる。この人、背中もなかなかエロいな。これはこれで。こんな格好して何してたのって話だよな。そうなんだ。冷静に考えればさ、あの格好をしているタイミングで捕まえるってどういう状況ってなるよね。まあ、細かいこと突っ込み始めたらダメなんだけどさ。ということで、まあ、こういうの得意なんですよね。ありがとう。まあ、自己肯定感高くていいよね。やっぱ外国の方々ってね。うん。そういうところでさ、やっぱ自分の得意なものこれなのって言えるっていう、その自信というかさ、それがやっぱりその日本みたいに何でもかんでもこう自分のことも他人のことも不幸に思ってどんどん勝手に沈みゆくなんか人生を歩むっていうのとまた別だもんね。Take a look. うわっ！もはや声もちょっと待ってね、声もなんかバリー化してないかと思うんだけど、体力も OK 問題ないですね。まあとりあえずまだスペースがあるから開けてと。そっか、ロケラン持ってないからこれ超めんどくさいことになるかもしれない。これなんか豆爆発装置とか投げたらそういうのならないかな。無理かな。わお。あ、自らパンツを見せに来てくれてるスタイル。どうですか皆さん。たまらんでしょ。こう、見えそうで見えてない。やっぱ、見えそうで見えてない状況の中で、しかも黒っていうのがね、そそるのかそそらないのか私にはわからない。残念ながら今回に関しては、まあ、この衣装、こういうのも好きかなって思う人もたくさんいると思いつつも、私はあんまり正直ハマってないってところですね。もっとエロいのがあるだろうっていう。アシュリーのエロさはこんなもんじゃないっすよ。OK。You got it! You got it! あんだけ撃ち当たるっちゅう。そしてこんだけダコダコ撃ってたら、あれ。おにゃらみよじゅじゅみにゅじゅじゅぱいてじゅ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  I have this! I have this! Finished? Okay. だらたつたっだらたつたっだらたつたっだらたつたまあ、リベレーションズ2から来ていただきましたとかって一応言ったけどさ、時系列的にはこれリベレーションズ2と5年くらい前の話だもんね。バイオ5とバイオ6の間の話だったはずだもんね、確かね。うん。じゃあダメじゃん。だからあれだ、バイオ3でジルを回収して以来の出番っていうところですね。はい。
1998年9月、じゃあ10月ですね。10月1日 ?2 日だったっけ ?2 日の明け方だったっけか、ちょっと忘れちゃったけど。1日か。どっちでもいいや。まあ10月って言っとけば間違いではないからね。で、まあただ格好は相変わらずのスターズを掲げているけども、スターズ自体は崩壊しているはずなのに、スターズを掲げているというところがなんか、まるで慈悲深いというか、こんだけやってやったと思った。よいしょ。で、特にあれはない。ですね。Be careful。あ、バンカレッジ、どこ行くの？ダメダメ。逃げちゃやーよ。あの、盾持ちがめんどくせんで。あー、お顔が生えてきたー。あれ？顔って生えるもの？おー、危ない。おっせーよ、生えてくんのが。下で這いずってるやついるし。バチン。オッケー。バーバッバーバー。2000よりも2500。よし、くるって。よし。このなんか溶けてなくなるやつ、溶けてなくならないやつ、なくならないやつの差は何なんだろうな。ちょっと RE エンジンの、こう、触れてはいけないサンクチュアリなのかもしれないけど、オープン。よし、じゃあ、お願いします。Here, hold this down. Okay. Hold this down. Thank you so much.オッケー。もうすでに囚われてる。さあ飛び降りておいで。ピョンと。はい、残念でした。よいしょー、ごちそうさまです。おお、早いな。早い。片腕をなくしてても安いもんさ。右腕くらいってか。いやー、高いと思うぜ。右腕大事だぜ。まあでも今左利きだったな。左腕で持ってたもんね。で、上にいると。いつの間にやられたんだろうね。こっちに入った瞬間になんか入って、あー、出た。体がカッチカチの身。あー、頭から細くて長くてちょっとたくましくないのがご立派に生えてきやがった。よいしょー。足元注意。おー、めーもなんか、うわー、じゃこいつ嫌い。さて、なんか、みなぎってくるんだもん。発狂発狂。お前そうなんだよ。後ろ振り向いたから。すいませんに、ベルベットブルーやってやろうと思ったのに。デリートベリーだってば。せい！ウィックリット。RE4 になってから、あれあんまやってないんだよな、ベリートベリーね。臭いけど大丈夫か？その服装だったら一瞬でなんか、茶色くなっちゃいそうだけど。Smells pretty bad.よし。なんかね、ぶっちゃけね、なんかね、レオンよりもね、このシカゴスイーパーを背負ってるのが似合ってる感じがするんですよね。same time. お願いします。先に下げてからの。We go the same time. あ yeah, okay. 今、二人とも見せてなかったか。よし。This time for sure. Okay. お上手。Yeah.さあ、声がするぞ。さあ、出てこい。せい！立ち上がることも許しません。残念でした。また来てねっと。おい、嘘やん、マジか。ちょ、てい、このベノム野郎。マーベルの世界にお帰り。はい。オッケー。そっからすぐに立ち上がる、その精神がすごい。What the fuck? あ、色が変わった。色が変わった。おお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 下から行きます。下から。はい、お上手。OK!OK! そのテンション上がることでもないけどね。うん。いや、まあまあ、でも大事なことだよね。一個一個できることに対してテンション上げて、やっぱり俺ってできるんだ、私ってできるんだ、素晴らしい人間なんだ。もう私にしかできないことなんだって、私だからできることなんだって。
もう盛り上がっていくことが大事、本当に。ありがとう、アシュリー。ぜひ、私のことを抱いてください。よろしく。じゃあ行ってきまーす。めんどくさいから試したことがないけど、ああやった時に、その橋を渡ってる時にピーウィーってやったら離されちゃうのかな。そしてヒューマン、はぁ、あ。よいしょ。ペラバットロー。こっちの方もカチャコン。あー、やっとく？そうね、やっとくか。テレテッ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 。テレテッ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 。テレテッ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 一個足りなかった。残念。無念。また今週。で、まだハマってないやつは特にないかな。大丈夫そうかな。大丈夫そうだね。よし、オッケー。じゃあ行きましょう。うれぇ。さあ、この先にまたね、やばいやつがたくさん出てくるんですよ。ね、いなかったはずのゴミ箱の中からなんか這い上がってきたやつとかさ。チュチュチュン。あ、そうか。ネズミぶちのめさなきゃいけないんだっけ。あ、痛い。ゆえごめんね。害獣駆除。そういえば、このミッションにおいて、その、なんか、クレームが出るというか、なんて言ったらいいんだろう。その、なんか、炎上するみたいな、そういうことは特になかったね。なんか、起こりそうなことなんだけど。よいしょ。じゃあ、オープンセッサー、ミッコ、オーケー。さあ、おいで。この弾幕の壁を抜けてみろ。ははは。うわ。あれとか待って。反対側から出てきたの？どっから出てきてんの？ねえ。あ、ちょ。ネズミ。ネズミ。あ、いた。オッケー。タンテラテンテンテンテラテラテラ。Break already. カカカン。Break already. Already break. てい！あ、カッチカチやぞ。軟弱なくせして。You okay? Kunai? Yeah, I'm fine. I'm fine? You're fine? Okay. Wait, すっごい心臓ドクドク言ってね、なんか。あそこじゃ。でい。あれ？で、スコップ変えよう。ちょ。ほい。もう音があれになってんの。でい。せい。オッケーで、で、こいつにつけて直しておきましょう。ほい。あ、だ。オーバーヒー、これで撃ち殺しちゃうことがあるんですよ、私。いいよ。助ける。危ない。今当たってない。大丈夫？敵？よし。OK。あれ、これ一体だけだったっけ？は？どういう状況？なぜ？ちょっと待って。時間差？撃たれたふりじゃないの？それもはや。面白いけどさ。撃たれたふりしやがった、あの女。可愛いから許すけどさ。よし。じゃあ行きましょうか。続き来るかな？あれ、一体だけだったっけ？もともと。またキャーとか言って連れ去られない？大丈夫？後ろから変態来てない？目の前から変態来たけど大丈夫？オッケー。I'll go。こうで、いや、あ、ここはこうしてたわ、ええ。で、3、2、3、4。違うな。で、ほい。ちょっと待ってね。こう行って、こう行って、
あ、やっぱ外側を変えるべきか。ああ、だ、そうだったね。あ、合ってた、合ってた。なんかちょっとね、いつも適当にやりすぎてたけど、ちょっと考えて、ちょっとだけ考えてみたら、なんかいけた。オッケー。開けてください。よし。Thank you so much。よいしょ。なんか、ニュル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 してんすよね。ありゃー、さすったまるか、こんちくしゃー。あ、うら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 。親方、空からお虫ちゃんが降ってきたー。いや、お前、そんな死体さっきはなかったけどな。ちゃんとチラッと見たけど。え、なんだ、ああ、あれ、あと一匹どこだったっけ、あと一匹どこだっけ、ここら辺にいたはずだよね。チュ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 。声はする。こっちか。あれ、ん、こっちの方か。あ、ここじゃなくて向こう側か。向こう側にいる。いる？いるかわかんないよ。そういう時は、ペキン。もう一回お願いします。Hang on。Hang on。うん、やっぱね、使おうかなと思ったけど、もったいないからやめた。チュイン。頼みます、頼みます。オッケー。あのね、クラウザーのモッドもあったんすよ。クラウザーのモッドもあったんだけど、あ、いた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 。残念ながら、あのね、反映しなかった。うん。反映しなかったので、今回はクラウザー対クラウザーでやってみたら面白いかなと思ったけど、クラウザー対クラウザーは残念ながらできなかったので、諦めました。おう、おう、Thank you。大丈夫見たビー。Things on sales。Things on sales、Ranger。ちょ、間違えた。とてもスペースを空けるために打っていきました。 Not bad。 悪くないってごめんな、安いもの打っちゃって申し訳ないです。まあ、やね、あの安くて、あん、これ打っちゃダメよ。なんかどっか使いどころがあるはずよ。で、ほいほい、 Your valuables won't do you much good in the grave。 A deal pleasant。 A deal pleasant donor。 あ、後ろにおります。で、さすがに回復薬、回復系も増えてきたから、一旦まあ2つくらいは装備に送っときましょうか。はい、そんな感じでね、一旦そしたら、ね、区切りがいいところまで来ました。ちょっと前回長すぎたんでね、今回はねこの辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。まあ、あの1チャプター、でやっていく予定にしてます。あれ、こんな持ってたっけ、あれ、あー、そういうことか。へえ、かっこいい、効率いいね。はい、まあ、そんな感じでね、次回パートもぜひお楽しみいただけたらと思います。チャプター14ね、クリアまで持っていこうと思っております。ではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。